こちら三本松、まもなく通過します。立ち上がりで圭介は中里に遅れてるか。立ち上がりはワンテンポ遅れてますが、トータルでは食いついています。来たぞ。鈴鹿の谷は深いぜ。落ちないようにせいぜい安全運転するんだな。やるぜ中里。アーバンの性能に乗せられてるだけのヘボじゃねえな。てめえこそ今度はちゃんとゴールしろよ。またリタイアじゃ勝った気がしねえしな。さすが高橋健介、手強い。吐き気がするほど鋭いコーナリングだぜ。てめえじゃちっと役不足だが、あの野郎をぶち抜く前にまずはてめえをぶっちぎる。手ごわいぜ。8200はコーナーが早い。さすがに俺とアーバにここまでついてこれる奴がいると思わなかった。さすがに高橋兄弟と言ってるぞ。バイヤバイの音に突っ込んでいくぜ。ついてこれか。8200の最大の武器は旋回スピードの高さ。それを忘れるなよ、ケイスケ。パワーで勝負しようとすれば負けるぞ。通勤型はコーナリング犬2つで。そこまで曲がるか。こんな速いコーナリングするやつ見たことないぜ。似てるな中里。昔の俺とそっくりなドライビングだぞ。闘争心むき出しの攻撃的なドライブだ。確かに遅くはないが、自分で思っているほど速くはないんだぜ。自己流で身につけたドラテクは限界がある。俺は兄貴にそれを教えられた。それが俺とお前の決定的な差だ。言ったはずだぜ、ナイトキッズなんかに俺の敵はいねえって。頑張ってるみたいだな、パティシエのやつ。プライドをかけて必死で走ってる姿を思い浮かべると締め付けられる気分だぜ。自分勝手なやつばっかりの柄の悪いチームだけど。ナイトキッズってチームが初めて一つにまとまったんじゃねえかな。勝ってくれよ、タケシ。チームのためなんかじゃない、お前自身のために。雨だ、こりゃやばいぜ。旋回アタックの真っ最中だってのに。よく言うじゃんか、雨は降り始めた直後が一番怖いって。ああわかるぜ。俺なんか駅進入直前にゲリラ豪雨に見舞われてさ、慌ててブレーキかけたんだけどめちゃくちゃ滑ったぜ。そうそう、ノッチ入れても車輪が滑りまくって空転検知が働くし、加速も減速もできなくなるんだよな。このバトル中断した方がいいんじゃねえか。すげえ、何とも全くペースを落とすつもりはない。ぶっつり切れてやがるよ。あいつらほどの切り屋なら東京がどんなにヤバいか知らないのかないのに。何が何でも勝ちに行くってわけか。でもさ、雨となればアーバンの中田とか打線有利だよな。重量あるし全 M 社だし。そう思うのは素人だぜ。今だけは M 社も T 社も関係ない。ブレーキかけて止まんなきゃどっちも突っ込んでくだけの鉄の塊だ。コーナーは当てきつ、飛び込んでしまえば俺の勝ちだ。ナイトキッズの中里がリードしてる。だけど8200がぴったり食いついてきてる。すげえもつれてるぞ。雨だってのに目いっぱいのところまで突っ込んでくるぞ。恐ろしい、見てる方が悲しまりになっちまうぜ。切れやがったな。そんな速度じゃいけるわけねえ。バカ野郎が単語にドボンだ。いけ、手応えはある。こいつのインバーターが池とうなりを上げている。
ハロけたのか、たけしが。なんでだよ、信じられねえよ。高橋圭介、お前は長生きできねえタイプだぞ。雨の中であんなに切れたツッコミしやがって。もう少しレールが濡れてりゃ8200は今頃間違いなく泥に埋まってるぜ。違うな。無理だと思えば俺は行かない。あの時確かにこいつの声が聞こえたんだ。行けって声がな。ただの思い込みじゃねえのか。俺には聞こえなかったぜ。デッキやら二重窓やら余計なもんの特急型じゃわかんねえかもしれねえがな。俺の8200は通勤型だ。それからもう一つ、お前の走りは荒すぎる。最後のあのコーナーは下りの後だからな。ラストは足回りの勝負になると読んでた。全動力車でバカ力叩き込んでりゃ足回りへの負担も大きい。俺はペースを落とさず足を温存するドライブができる。車のせいじゃない。俺とお前のテクニックの差だ。車の声か。それじゃ完全に紙一重の向こう側じゃねえか。お前と友達じゃなくてよかったぜ。でどうすんだよ兄貴、この雨じゃ。それなんだか、ダウンヒルは中止だ。この路面じゃどうしようもないからな。この雨じゃここの下りはヤバすぎる。それにダウンヒルのスペシャリストシンゴがこの有様じゃな。ちょっと待て、お前俺の怪我がなかったら走らせるつもりだったのか。うん。無茶言うな。お前俺を殺す気か。俺は信じてるぞシンゴ。あ、なんかやだなその音。けどよ、雨なのにギャラリーほとんど帰んねえぜ。みんな下りのバトル待ってんだろ。だったら俺にやらせてください。ギャラリーサービスで見せてやりましょうよ。俺雨苦手じゃないし。来てるんでしょ、宝塚線の2000系。ああ、やらせてください。レインバトル、俺とあいつの。ブザマネすると。な、誰？マスコットキャラのくせに紹介もろくにできないなんてダサいわったらダサいわね。 あなたはパスネットのマスコットキャラ、パスットさん。スルッと関西なんて芋なのったら芋なのよ。関西なんて横文字使ったってモロロ文字じゃん。キャラクター等身高すぎ、萌えねえけどダッサダッサ。けどさ、パスネットはパスで使えないし、前引きだからいちいち残高気になるし、対応券売機が少なくて状況のたびに半端な残高のカードが増えていくし。うまっ。当たってるだけに悔しいから。悔しいわ。姫様、ここは私めにお任せ。姫様は下がってるぽ。やれ。刻め、俺の名も抹殺の匠ラストブリッド。
オーディナージー VVT。